今回は前回の続きで、この漫画をね、トラック2020の漫画トラック、640馬力 TGX ですね。これのトラックで、この機関車を運んでおります。今ね、途中休憩入れて、今からね、あと最終目的地まで行こうかなと思います。はい。で、今ね、エウクというところにおりまして、目的地がこの、エルブロンクというところですね。ここへ配送をしていこうと思います。で、今、まあ、このマントラ始めて、おそらく、確か、ストックホルムからぐるっと回って、今ここに来てるわけであって、で、まあ、最終的にまたこのストックホルム戻って、またトラックを変えて、といったような感じでやらせていただいております。今、帰り道ですね。しております。はい、じゃあ、ということで、じゃあ、早速、始めていきましょう。で、今日もこの黒猫のじじいと一緒にやっていこうと思います。かわいいですね。はい、では、出発をしていきたいと思います。で、本日、その前に、ちょうどそこに整備工場があるの、そこへ、まず、寄っていこうと思います。整備工場で何をするかというと、ただね、前回の動画の方で少し言わせていただいてあるんですけど、エンジンをね、ちょっと乗せ替えたいということで、今これ640馬力あるので、結構重トレですので、運んでるので、1500馬力ぐらいのエンジンないかなーなんて思ってて、エンジン変えたいなーなんて思ってて、やったんですけども、実は、エンジン、使えない。そうでしょう。エンジン持っていたので使えない。あれ？ん？対応してるって書いてあったんだけどな。ダメなのか。はい。じゃあ使えないということで、じゃあ、出発していきたいと思います。おかしいな。ちょっともう一回、後で、見てみよう。なんかね、1500馬力のエンジンがあったんですけど、それがですね、対応しているようなこと書いてあったの。書いてあったんですけど、ちょっと対応はしてなかった。よいしょ。ようですね。こっちから出れないのかな？ん？これ道路じゃないのかな？ランナーモードがあるけど。これ、いつの？これ、いつどういう？あ、そっちか。ここはどうなっているのかな？もうここ。
こんなところ曲がれないよ。よいしょ。地図外に今出ておりますね。これ地図外で走ってるような状況ですが、そうそうそう、怖え。なんかこういうのが多いんだよな。わ。特に割り込みしてくる人がすごい多いんだよね、今回。恐ろしい。まあ、のんびり、やっていこうかなと思いますね。まあ、次回かな。また、エンジン乗せ替えるのは、それで、やっていこうかなと思いますね。なんであんなとこに車がいるんだ。なんだろう、あれは。で、この先にですね、ビューポイントが、あるので、ね、そこのね、ビューポイント、寄っていこうかなと、思っています。ちょっとまあ、暗いかな。もう暗くなっちゃうかな、着く頃には。寄れたら、寄っていこうかな。トラックまでそうやるか。すごいな、まあ、しかし、ポーランドかな、ここ。ポーランド。恐ろしい。本当は前回をここまでね、来る予定だったんですが、とたどり着けれなくて、途中そこまでになってしまったんですが、あれ、ここじゃなかったっけな。あれ、ビューポイントがあったと思うんだけど、まだ先か。いや、ちょっとこれ一回寝るべきだったな。あれ、見間違いか、もしかして。まあ、その外、まあ、のんびり走っております。これ以上スピードが出ない。スピード乗らないです。で、この機関車、そう、この機関車は63トンありますので、結構重たいですね。そして結構高さがあるので、ね、ガード下とかあるところは気をつけていかないといかない、いけないですね。前回、思いっきり引っかかったんで。思いっきりやったな、あれを。ルート変えたら、だったパターンだったんで、前もそうだったんだよね。前もルート変えてから上引っかかったんだよね。そういう事件があって引っかかった。嘘か、嘘かじゃない、嘘だろ
寄せすぎたのか。ほんとこれ、どうせ。ほんと現役なんか、これ。まったく。まあ、ちょっとね、言い訳させていただくと、このさ、何？この首振る、自分が、首振るあれがさ、手動なんだよね。手で、マウスでやってるんで、なので、ちょっと、割り、感覚、つかめてない状態、状況なのだ、なのです。こんな夜中にお客さんが待っているバス停で、マロンボコ、ホホ、マロンゴホ、到着ですね。ちっちゃな街ですけど、チェックポイント見えてきたので、今何時だ？ 20、あ、ちょうどいいか、ちょっと、あれかな。まあ、違いしてしまうと思うんですけど、一回ここで寝て明るくして、行こうかな。いや、でも、そう、マジか。本当に止まらない、ここ。ここの人本当に止まらない。そこじゃないとか。いや、このままちょっとこの街の夜景を見るような感じで行こうかな。まあ、このまま行きましょう。ああ、ギリギリかな。おお、おっす、とっとっと。ちょっと。どこだ？ビューポイント。あ、こっちやん。突っ込んでくるんかね。ケツ振るで、あんたそんなとこ止まったら。ビューポイントどこなんだ？これ。あ、ここか、マック。すごいとこさ、マックの駐車場です。この駐車場が しかも車めっちゃ来るっちゅうね。はい、じゃあちょっとビューポイントを全体してるけど見ていきましょう。このソロコ、マロンボってマロンゴーっていう街の、ビューポイントのようですね。小さな街なんですけど。
まあ、住宅ベッドタウンかな。住宅が多いですね。はい、住宅地。あ、マンションもそこにあったりしてる。住宅地ですね。走りがいがある。ここのポーラーと。危ない人もおれば、道も狭いので、結構走りがいがあります。綺麗だな、このランダバーズ。ルッチ。なんだ。バス停かな。あ、戻ってきました。俺が、逆走してたのかな。すごい。しかもここのスタンド大人気。大人気スタジオ、スタンド、ガソリンスタンド。して、これ逆だね。僕逆に回っちゃったようです。はい。では出発。しましょう。ちょっともう渋滞しちゃってるんで、これどうしようもないんで。ここをバスに入れれるんだけど、チュパックしてる。いや、これどうなってるのかなぁ。あれ、これぶつかってない？あ、違う。バスか。何やってんの？おい、ぶつかった、ぶつかった。ぶつかった。中年。何やってんの？この人たち。いや、これ、出れなくなっちゃった。これ逆なんだよな、多分。これまた一周回ったところでどうかなるっていうわけでもないし。いや、ちょっと、少しでも動いてくれないと。で、寝れるところがこの裏なんだよね。裏が寝れるところになってるから、そうすれば多分、こいつが消えてくれると思うんだけど。寝てしまうと自敗するから、このまま行きたいんだよね。困ったな。すごいな、この、進まない。出たいんですけど。いやー、これ、ちょっとで、二五感か、一回当たっちゃってるからな、あれ。当たっちゃうと、どう動かないからな。この車で、これ大渋滞起こしてるけどさ。ここでだいぶ時間かかってるな。まあちょっと。動かないかな。これ逆回りだったよ。なんだけど、ちょっとあれがね、ちょっと、不審な行動、あれ、
殺しちゃっててくれてるから動いてくれればいいんだけど、少しでも。出口がないんだよね、ここ以外出口がないんだよね、ここは。どうする？これどうしたらいい？こういう時は。動かんか。動かないか。わかんねえな。後ろがどうなってるのかわからないな。いや、大渋滞しちゃってる。押し出すか。ちょっと一回プッシュして、まあ、とりあえず、出れるところまで、あれ、プッシュするか。押せるかな。ダメージはないと思う。ないはずだから。おりゃ、プッシュ。どけ、抱いて。ビビってる。よし。それで、押しといてと。こういうこと本当はやったらダメですよ。こんな怒られちゃうから。これでなんとか、あの人たちが出たから、バスが横向いて。多分、これ、ね、バスがちょっと、あ、動き出したな、あいつ、どこ行く？もうやめてよ、もう。なんでそこで曲がろうとするのかね。ちょっと、ストップ。とりあえず出さして。おまんねえな、みんな。いや、止まったか、このベンツ。もうなんで来る？ちょっと。もう。なんで入ってくるかね。ちょっと。もっと下がってってばよ。どうするか、もうこれ変な向きになったな、またこういうし。よしっと。看板倒していくか。看板じゃない。これ、もう強引に行くしかない。いや、とりあえず出れと。いやな、じゃこりゃもう、これ本当だったらもう現実だったらありえないことなんだよ。言葉が通じないからね、このユーロは。いやー、やられたな。しょっぱなからこうだから、入らんときよかった。でも、ビューポイントがあったからね、あそこ。あんなに渋滞するんだよ。するかね、ちぐらい渋滞して。
で、みんな進んでくるから、いけないのよね、あれ。もっと、こう、できないかな。まったくーって感じだったねー。まあ、え？道間違えたのかな？まったくもーっていう感じですね。まあ、こういうのが多いと、まあ、その対策方法とか、そういうのが、わかる、できるからね。対処法が。まあ、僕、これ、プロモット入れて、プロモットの中の中ダメージがない。っていうダメージをなくすっていうのをつけてるからダメージがないんで大丈夫なんだけど、デフォルトでやってる方があったってやっぱり間違えた。歌う歌ん。切れてないな、ここ。いや、奈落に落ちもう最悪や。ちょっと最悪だな、これ。でもこれ、どこまで続いてんだろう、この道。なき道。とか、いいところ、道路で。出てないから100キロ規制ってこれ出てくるけど、あ、でもなんかそこ道路つながるんじゃない？あ、ダメか、奈落だ、奈落だった、奈落や、来たな。まあ分岐も切れてないし、運気も切れてないし、もうどうしようもないので、まあ、奈落に落ちることはできないので、劣化移動をして、戻ろう。ロードサービス、いきます。まあ多分これ、自敗延着ですね、確実に。はい。ということで、戻ってきました。どこに戻ったんだ？ここ。ちょっとと、ついでに、まあ、サービス多分少しダメージ、あ、ホイールか、ホイールがいってるようなんで。やって、トルクを変えてみようかなと。トランスミッションね。14速のリターダーつけてるんで、あ、こっちの方がいいのか。リターダーは絶対に欲しい。よいしょ。じゃあ、改めて、出発していきたいと思います。ここどこだ？ウルシャラ、どこまでジャンプしたんだろう。じゃあ出発しましょう。いや、最悪だな、これ。めっちゃ最悪な事態だな、これ。しかもまだ暗いし、1時なんでね。あ、ホテルがある。ああ、そういうことか。
最悪の事態に来ましたね。でもまたすごい道を走っていく感じだな、これ。高さ大丈夫だよね。さっき思いっきりやったからな。さあ大丈夫だよ。高いでいいかななんて言ったら全然高くなかったっていうね。これちょっと距離が伸びたかな、また。車一台もいない。星空がめちゃくちゃ綺麗ですね。初めて通る道っぽいんですけど、ここも。戻されたのか近くになったのかわからないんですけど、まあ地図見ればわかることですけどね。あ、でもそこにワープしたな、少しワープしたような感じあったと思う。これでよっしゃ、よし、少しワープした。すごい G がかかるんだよ。さあ、目的地見えてきましたね。これまだポーランドになると思うんですけども、なんち町だったっけな。忘れちまった。見えてきましたね。やっと。到着。これを上がる。すごい明るいですね、ここ。街灯がいっぱいあるから。明るいけど、ちょっと。すごい道になってんの。なんだろう、ここ。この、
エルブルンクか。到着。これ、大丈夫？大丈夫？あ、いけた、いけた。あ、いけた、いけた。ここへ来てるんだ。よかった、よかった、よかった。はい、到着ですね。ふぅ。まあ、全然。無事ではなかったんですけど、ああ、到着しました。めまいね。これか？どっちだ？あ、こっちか。いや、ちょっと待って、これ、混ざったかも。入れるか。よいしょ。いや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 。いや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 。よいしょ。マジ。小回りがめっちゃ効くんすよね、これね。バックが難しい。こんな簡単なところを入れられないとは。まっすぐするか。ねえ、俺いつもね、一応まっすぐするかとかって言って、やるけどね、まっすぐならないのよね。この通り。よしと。はい、じゃあ到着しました。いやー、ちょっと辛かったけど。なんとか到着しました。まっすぐなってねえな。で、じゃあ、下ろしていきましょう。ちはやねん。はい、じゃあ、ということでですね。今回、このマントラの方で、まだね、ポーランドに今来ております。まあこれからね、ストックホルムに帰ろうと思います。まあでもちょっと、結構気に入っているので、この、トラッ
くもうちょっと旅してもいいかなーなんて思ったりもします。はい、デジタルミラーだしね。まあでもちょっといつものスカニア R700 に乗り換えたいなっていう気持ちも少しあったりもしますけど、はい、じゃあということで今回ここまでにしたいと思います。ではまた次回、動画でお会いしたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。